かつての江戸城虎ノ門と当時は見堀と呼ばれた塩止川。画面左、円形の建物が現在の霞ヶ関古門ゲート周辺、手前の滝の上に架か,かる虎ノ門橋がその東のちょうど桜田通り上で、川は桜田通りに直行する形で流れていた。明治初期、塩止川は東京都港区及び中央区を流れ、 東京湾に注ぐ二級河川である。現在では大部分が埋め立てられている。もともとは、め池の低湿地、及びその上流にあたる清水谷、サメ川、立ち洗い川を水源とし、アタゴ山の北あたりで日比谷入りへと注ぐ、小規模な川があり、桜川と呼ばれていた。17世紀、江戸時代に入ると、江戸上層構え及び、江戸市街の整備工事が進み、 日比谷入りへは埋め立てられたが、そこに人工の水路が切られ、溜め池からの流れは、外堀の一角として東へ導かれる形となった。後に、その川口部の海を埋め立てて、浜御殿が建設されると、それを取り囲むように水路は延長される形になったが、特に浜御殿の声援に当たる水路を指して、潮止め川と呼ぶようになった。明治以降になると、 川の名は上流にまで拡大され、すなわちため池下の虎の門から、幸橋、新橋、浜離宮生園を経て、海に注ぐまでを汐留川と呼ぶようにもなったが、やがて埋め立てが進み、その存在を失っていった。虎の門から幸橋までは、明治時代中に埋め立てられ、建築用地に転用されている。そのため、山下橋方面からの外堀の水が、汐留川に流れていった。 土橋から下流は1951年から埋め立てが始まり、その後東京高速道路の用地になったこともあって、1963年には再下流部約900メートルを残すのみとなった。以降はほぼそのまま現在に至っている。は、川の埋め立てられた区間内にあった橋で現存しない。ただし、土橋から塩崎橋までは塩止川の跡地上を、 東京高速道路が通っているため橋の跡地の上に高速道路の橋梁がある。ありがとうございます。